鹿児島市立美術館副館長の矢口雄三です。鹿児島学習センターにて開講する西洋の美術、鹿児島の美術というこの科目は、楠本佳代子館長をはじめ、美術館の8名のスタッフが、それぞれ専門の講座8コマを担当させていただきます。鹿児島市立美術館は3つの方針から作品収集を行っており、橋口御用など鹿児島ゆかりの作家の作品、桜島など鹿児島の風土をモチーフとした作品、印象派など19世紀末以降の西洋美術をコレクションしています。それぞれ担当の学芸員が西洋と鹿児島の美術について専門的な講義を行うことで、鹿児島を一例とした文化史や地域論についても学んでいただきます。西郷隆盛や大久保利通らによる明治維新のイメージの強い鹿児島でしょうが、一方で多くの巨匠を輩出した洋画王国と呼ばれる土地柄でもあります。その文化的背景を共に考えていきましょう。